オスバルド・ドルティコ・ストラドは、キューバの政治家。1959年から1976年まで、キューバ共和国大統領を務めた。1919年4月17日、サンタクラーラ州の支援フエーゴスにおいて、裕福な家庭に生まれる。父は弁護士、医師で、先祖の一人は、ベネズエラ生まれの有名な企業家、トマス・テリーだった。父方に、 アイルランド人のジオヒクテリーは、1886年の死の時点で2500万ドルを貯め込んでいたという、西半球でも有数の富豪で、支援フエゴスにトマステリー劇場を設立した人物である。ドルティコスは教師として短期間働いた後、ハバナ大学で法学と哲学を学び、1941年に法律の学位を得て卒業した。 人民社会党に入党し、しばらく党の指導者、フアン・マリネージョの秘書を務めた。1950年代には、トルティコスは支援フエゴスで、弁護士として、豊富な経験を積み、ヨットクラブの会長にもなった。彼は、フルヘンシオ・バティスタ政権に対して、強行に反対し、市民抵抗運動に加わって、反乱軍に武器と物資を供給した。1958年、 ドルティコスはキューバ弁護士会の会長に選ばれたものの、すぐにバティスタ政権によって逮捕され、メキシコに短期間亡命した。1959年1月1日にキューバ革命が成功するとドルティコスはキューバに帰国。フィデル・カストロ政権の革命法担当省に任命されてその力を発揮し、土地改革法や1940年憲法に変わる。 基本組織法など、革命的な処方の基礎という重要な役割を演じた。マヌエル・ウルティアが大統領を辞任すると、1959年7月17日、閣僚を評議会によって大統領に任命された。大統領としてドルティコスは1961年の、ユーゴスラビア・ベオグラードにおける非同盟諸国、首脳会議、1962年の、ウルグアイプンタデルエステにおける、 米州気候首脳会議に出席した。同年には、キューバ危機の最中の国連総会で演説し、その使用を決して望まないとしながらも、核兵器を所有したことを示唆する。1973年5月25日には、アルゼンチンで新しく選ばれた、ペロニスタの大統領エクトル・カンポラの就任式典に、チリの大統領サルバドール・アジェンデと共に参席した。 大統領としての職務のほかに、1964年から中央計画評議会議長、1965年からキューバ共産党中央委員会初期局初期を務めた。1976年に新憲法が施行され、フィデル・カストロが国家評議会議長としてキューバの国家元首になったのに伴い、中央銀行総裁、国家評議会議員に転任した。 しかし1983年6月23日、ドルティコスは、12より自らの命を断った。彼の自殺は、慢性的な脊髄の持病に加えて、妻に先立たれたことが動機であったらしい。ありがとうございます。